長崎電気軌道3000系電車は2003年より製造された長崎電気軌道の路面電車である2004年3月より営業運転を開始した同年グッドデザイン賞受賞長崎電気軌道は1980年に警戒電車と呼ばれる2000型を2両導入していた当初は警戒電車のさらなる増備が予定されていたが 軽快電車の開発の遅れやコスト面等の理由から、1982年の1200型より旧式車両の機器を流用し車体のみを新造する方式で新車の導入が行われていた。これらの車両は低コストで長崎電気軌道の低運賃維持に貢献したが、その反面バリアフリー化が十分になされているとは言えなかった。1999年に導入された1700型や、 その翌年から導入された1800型では、交通バリアフリー法に合わせて、中央扉の拡幅や車椅子スペースの設置が行われたものの、熊本市交通局9700系電車など、他都市で導入が進んでいた、低床電車と比べると、バリアフリーへの本格的な対応には至っていなかった。そのような状況の中、長崎電気軌道は二千二年に、低床車の導入を発表し、 そして導入されたのが本形式である。本形式は長崎電気軌動発の連接車両でもあり、導入に合わせて一部の停留所などでは対応工事が行われた。純粋な新車としては前日の2000系以来であり、営業開始前後には地元メディア等で大きく取り上げられ、話題を呼んだ。導入当初は、 ブレーキ系統の故障があり運休することもあったが、2008年現在では、おおむね安定した運用が行われており、市民の足として定着し、車椅子での利用者も徐々に増えつつある。2005年には、鉄道ともの会のローレル賞を受賞している。なお、本形式の価格は1編成あたり2億2000万円で、ある。当初は2006年までに4編成を導入する予定だったが、 長崎県から予算が降りなかったため3編成しか導入されなかった。2011年以降は新型低床電車5000型を導入している。アルナ車両が開発した超低床路面電車のリトルダンサー U タイプで両先頭車に台車を配し、両車間に中間車体をフローティングした3車体2台車の連接構造となっている。全長は 15,100mm。 幅は 2300mm、地長は22トン、定員は63人である。AAB 車の運転台床下に、主電動機を車体操化したことで、車軸付きの車両でありながら、台車部分の床面高さ 480mm を実現している。中間 C 車の床面高さは 380mm で、先頭車とはスロープで結んでおり、 ほぼ100%のフルフラット構造となっている。この床面の高さは、電帝のホームの高さとほぼ同じであり、さらに、中央扉では、手動式のスロープを展開することで、車椅子やベビーカーの乗り降りを補助できる。座席は、ロングシートを基本に、台車上にクロスシートを採用した、セミクロスシート式。ロングシートの一部は跳ね上げ式になっており、車椅子スペースとなる。 冷房は AAB 車の天井にのみ設置されており、C 車との連接面に吹き出し口がある。この冷房は長崎の路面電車としては初めての東芝製である。また、車内の前後には LED ディスプレイがあり、自駅や行き先の案内を日本語と英語で行っている。制御方式はイベット VVVF 方式で東洋電気製8 5ットカゴ形参照。 誘導電動機を駆動し、2個の電動機を1台の制御装置で制御している。動力伝達方式は、車体層かカルダン駆動方式で、床下の電動機とは、ユニバーサルジョイントで結んでいる。ブレーキは、鹿児島市交通局線型で実績のある O、荷重装置付き電気、機械式、ブレーキシステムを採用し、時速 5km までは改正、発電ブレンディングブレーキを作動させ、 停止までは電動バネブレーキを作用させる。乗降扉は電動式のプラグインドアを国産車両として初めて導入。さらに警笛も電子警笛とすることで蒸気のブレーキと合わせ、本形式は圧縮空気を全く必要としなくなった。運転台のマスコンは一軸片手式のワンハンドルマスコンが採用された。また、運転席には 液晶ディスプレイが2つ設置され、それぞれ車体の側面後方と車内の中扉付近をカメラからの映像で確認できる。これに伴い、従来車で車道側に突き出していた格納式のバックミラーは本形式では廃止された。ちなみに、計算編成が存在する本形式だが、導入年の違いから各編成間でわずかな違いがある。3002号は3001号と比べると、 車内確認用カメラの位置が変更され、視認性が拡大されたほか、車内天井のバーが1本から2本に増やされた。3003号は3002号での変更点に加え、さらに運転席の窓に車椅子マークが掲示されたり、乗降扉の文字が変わったりと、外観が若干変更されている。当車両にはミラーが装備されておらず、車体側面に設置されたカメラの映像を、 確認するようになっている。しかしながら、日の当たり方により、画面を確認しづらいことや、ミラーでの直視が一番との声が、運転手から上がったために、後継の5000型には、カメラは装備されず、ミラーが装備されている。2011年現在、3001、3002、3003の3編成が在籍。2004年3月に3001号車、2005年に3002号車、 2006年に3003号車の運用が開始された。低床電車としての性格上、本系列専用のダイヤが設定されており、各停留所に専用のダイヤが掲示されているほか、ホームページでも確認することができる。車体広告で有名な長崎電気軌道だが、本形式は登場以来ながら苦然編成が、標準のカラーリングで運用されていたが、 最近は、車体広告にも使われている。長崎スマートカードへの対応は3001号から始まり、3編成とも2008年9月までに対応完了している。ありがとうございます。